皆さん、ジャパンタイムズへようこそ。今回のニュースは、二次有料の体調不良の理由は、バブル実験が下人、顔が怖いと取り上げらせていただきます。二次有が韓国でのライブ、KCON 2022年プレミアに参加しました。韓国では、初めてのパフォーマンスでしたが、メンバーのリオさんが、体調不良により参加を見合わせると発表されました。体調不良の原因としてファンからは精神的にも疲れていたのではないかという声も上がっています。この記事で詳しく紹介します。二次有料が体調不良、顔が怖い。韓国で開催された KCON 2022年プレミアに参加した二次有、メンバーのリオさんがリハーサルの途中で急な体調不良になり参加を見合わせることを発表しました。ファンからは心配の声が上がっています。体調不良により不参加と発表される前からファンの中では写真の表情が暗い、顔が怖いという声も上がっていたようです。二次有料の体調不良の理由はバブル事件が原因。KCONの前日には二次有のインスタグラムを投稿し芸人な姿を見せていたリオさん。今回不参加になった理由はストレスやプレッシャーなど精神的なことが原因ではないかと言われています。直近ではリオさんのバブル事件がファンの間では話題になり、この件で体調を崩してしまったのではないかという声も。二次有も2021年6月7日から始めました。リオさんがアンチコメントを見て悲しいとバブルで発言したところ、 SNS 上で話題になりました。このバブル事件が理由でリオさんは精神的にストレスを感じてしまい、今回の体調不良につながったのではないかと言われています。リオさんが KCON の出演を見合わせた理由について調べました。バブル事件によるストレスなども体調不良の原因になっているのではないかという声も上がっているようです。初めての韓国でのライブということでプレッシャーや緊張もあったのだと思います。今はゆっくり休み、まだ元気な姿を見せてほしいですね。フィッシャー坂尾の嫁ゆうちゃん、慣れ始めや出会いは、妊娠は。嫁はどんな人なのでしょうか。この記事で詳しく紹介します。フィッシャーザコが結婚、妊娠の可能性は。2022年5月8日に投稿されたフィッシャーの動画でメンバーのザコさんが結婚したことを報告しました。世間から祝福の声がたくさん上がっています。動画内では妊娠の報告がありませんでした。メンバーのダオさんに子供が生まれた時も動画で報告がありましたので、ザコさんも今後子供ができた時には発表があるのではないでしょうか。ザコさんの嫁はどのような人なのか次は詳しく紹介します。フィッシャーザコの嫁ゆうちゃん、慣れ始めや出会いは。ザコさんの嫁の名前はゆうちゃん。付き合って2年半、1年頃同棲、2022年3月後半に入籍しました。出会ったのはかなり前、ダンスのショーケースに一緒に出たことがあり、その時に嫁のゆうちゃんが舞台袖で加沢さんに話しかけたそうです。そのことを加沢さんは覚えておらず、2年後にホビーとしてイベントを見に行き、その後にみんなで飲みに行った時に初めて出会ったとザコさんを思ってたそうです。そこでゆうちゃんに一目惚れ、ザコさんが連絡先を聞き飲みに誘うようになりました。告白、初デートは2人とも覚えておらず吉祥寺か高円寺だったそうです。映画天気の子を
見に行き、しかしザカオさんが長々と告示したことでユウちゃんは最初は告白だったと気づかなかったようです。ザカオさんが一生懸命伝え、よろしくお願いしますと返事が返ってきました。告白をするのが下手すぎて終電ギリギリでダッシュして帰ったことや、初キスは井の頭公園だったことなども話していました。プロポーズ、沖縄旅行の初日の夜、ホテルでプロポーズ。ゆうちゃんがお酒を飲んで酔っ払い、ベッドで眠そうにした時に爆発の状態で指輪の箱をバカッとして結婚してよと伝えたそうです。初日にプロポーズした理由は、次の日から婚約者として旅行をしたかったからとのこと。フィッシャーザーカオの嫁、ゆうちゃんのプロフィールや顔画像はザーカオさんの嫁、ゆうちゃんについてまとめました。プロフィール、年齢はザーカオちゃんの1歳上、28歳、2022年、薬剤師、チョッパーが好きで薬剤師になった。ダンサー、ダンスのジャンルはハウス、絵を描いている。性格、ザカオちゃんがユウちゃんの性格や好きなところを話していました。ユウちゃんはザカオちゃんと付き合った時、フィッシュちゃんのことは知らなかったそうです。付き合った後にこういう仕事なんだとしていき、今では健康面でも気使うなど仕事のことも理解して支えてくれていると話していました。顔画像、顔画像は残念ながら公開されていません。ザカオさんはショットカスでのユウちゃんに一目惚れしたと話していたことから、今もショートカットかもしれませんね。スラオさんの嫁も顔画像は公開されていませんので、ユウちゃんも公開しない可能性も高いのではないでしょうか。フィッシュちゃんのメンバー、ザコちゃんの嫁ユウちゃんについてまとめました。2年半付き合い、2022年の3月に入籍しました。嫁ユウちゃんは薬剤師、ダンサーをしており、ザカオさんより1年上だということです。動画では幸せそうな様子も伝わってきましたね。本当におめでとうございます。また新しいことが分かり次第追記しています。